皆様、こんにちは。この度は、高崎市移住定住オンラインシンポジウムにご参加いただき、誠にありがとうございます。さて、高崎市移住定住シンポジウムは、計5回を予定しておりまして、3月の6日に続きまして、本日が2回目ということになります。2回目,2回目となる今回のテーマは、住居と移住について。時間は1時間ほどを予定しておりますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。 それでは早速本日のゲストスピーカーをご紹介させていただきます。株式会社スナーク代表取締役、小瀬素直様です。小瀬様は2008年、小瀬素直建築設計事務所スナークを創業、2016年に株式会社スナークを設立、群馬県高崎市、東京の渋谷区恵比寿の2か所を拠点に活動されています。 新築住宅、集合住宅、公共施設などの企画、設計、施工管理や、家具などのプロダクトとかプロダクトから内装、その他にもイベントの企画や運営などを手掛け、クライアント、ビルダーとともに、チームで新しい暮らし方や働き方、遊び方のきっかけとなるような場を設置していらっしゃいます。小瀬様、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしししくお願いまます続きまして エコテリア協会事務局次長 s d d s ビジネスプロデューサー三菱辞書株式会社エリアマネジメント企画部マネ企画部マネージャー田口真嗣様です田口様は2010年3月にワールドカフェによる対話会を開始企業で働く人や学生 NPO 主婦などあらゆる属性の人たちを集め毎月テーマを書いたイベントを主催していらっしゃいます 2011年12月、企業間フューチャーセンター、ごめんなさい、フューチャーセンター有限責任事業組合、LLP を設立。未来の社会について対話し、新たな価値創造に向けた活動を実施しておられます。2013年2月から現職です。丸の内をオープンイノベーションの街にすべく、サンサンラボフューチャーの運営業務を通じ、社会的 ビジネス創出に向け活用中と,とのことです。田口様、本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。申し遅れましたが、本日のファシリテーターを務めさせていただきます。住宅雑誌「住まいの設計」元編集長の丸葉子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、えー、次に、えー、と、 スナック様と三菱辞所様、えー、と小汗さんと、えー、田口さんの自己紹介及び会社紹介をお願いいたします小汗様、よろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いしますスライドにて失礼しますえー、と私たちは、えー、群馬県高崎市と東京都恵比寿の方に事務所を構えていまして えっと、建築の設計事務所をやっています。メンバーはご覧のように、えー、13名ほどいまして、えー、公共施設や大きい建物から小さなプロダクトまで幅広いスケールを持ちながら設計を行っております。これからちょっと事例を見ながら説明いたします。 えっとこちらがえっと住宅になります。さまざ、あ、まな大きさの個人住宅の設計を行っております。こちらの事例は群馬県内で建てたものがすべて群馬県内の事例ですで。こちらがリノベーションです。まあ、古い建物を活かしながらさまざまな空間を作って、まあ、住まい、住まい手に合わせた空間を作っております。 でですねえっと住宅以外にもこういったお店など企業様や個人事業主様の欲しい空間を作りながらいろんなスケールで大きい路面店だったりとか小さな個人店などの設計を行っています。こちらに出ているのは群馬県内での事例です。またあの都内の や、えっ、ー、と、大阪などですね、こちらにあるものは、まあ、その遠くの方でも、いろんなお店の設計をやらせていただいてます。で、こちらがオフィスですね。まあ、大きい企業様だったり、まあ、小さな、少、えー、人数での個人事務所などのオフィスの設計も行っております。で、それ以外にですね、 個人宅の家具だったりだとか、本当、オーダーに応じて特注の家具なども自社で制作販売も行っております。それ以外に、えー、っとですね、左上のものなどは、高崎市の、えー、っと駅ビルの中にあるイベントスペースにいて、地域のクリエイターの方々に声をかけさせていただいて、クリエイターズマーケットのようなイベントをさせていただいたり、 ほかにあのライブの、えー、セットのデザインだとか、まあ、小規模なイベントだったり、美術館の展示の内装なども行っております。え以上、このような、えー、いろんな事例を持って、まあ、チームであの空間だったり、プロダクトを作っている活動をしておりますす以上ですはいいありがとうございます。 えと続きまして、田口様、よろしくお願いいたしししまますすははいいよろしくお願いしますではあの私の方も画面共有させていただきますはいあの私がいる場所はですねあの大手町丸の内有楽町、あの通称、大丸 U と呼んでるんですがあの、東京駅と皇居に挟まれた場所なんですけど、まあ普段そこのでまち、ねえー、づくりというのを、えー、業務として行ってます。 であのここの町、どういった町かと言いますとあの、ビル、建物がですね、約100と立っておりまして、まあ、就業人口が28万人ということで、まあ、昼間働きに来る方々が、ですね、まあ、今、コロナで若干減ってはいるんですけれども、まあ、大勢いらっしゃるような町で、まあ、主にこの,あのビジネスパーソンを中心とした方々と一緒に、町、まあ、をですつ、ねまあ、作っていくということをしています。 でえっと私あの三菱自動でかつあのこの一般社団法人のですね栃ア協会というところに所属してますがあのこの地区はですねまちづくりの団体がいくつかありますであの真ん中にですね、えー、大丸まちづくり協議会と 書いてますが、まあ、こちらはですね。再開発やあの民間のですね。共通の目標をもとということで、ま地、あ、権者が集まってですねえー。まちづくり主にハードのえー、まちづくりについて考える、えー、協議会です。で、その他いくつかある中で、まあ私はですね、えー、エコツヤ協会というところに所属してますが、まあ、こちらはですね。あのー、まあ、エコという環境という名の。 通りあの環境課題をですね、まあ、都市から考えていこうというので2005年から活動を始めてますその後2007年にですね社団法人化しまして新丸ビルというですね東京駅前のですね場所に拠点を置いて活動をしてまいりましたがあの、まあ、震災ですとか世の中の動きに応じてですね活動範囲を広げていっておりまして あの社会課題全般をです、ね、扱う、特に、まあ、国内ですと、まあ、地方創生というのがずっと叫ばれておりますので、あのこのエリアのまちづくりをしつつ、えー、いろんな地域とつながりながら、ですね、えー、相互の,あの価値をつくっていくというようなことをしております。で現在は、ですねあのサンサンラボフューチャーという場所に、えー、で、えー、っと勤務しておりますが。が まあ皇居の前です、ね、にあるあの大手門タワーエネオスビルという場所のビルの1階でえと勤務しております。で、ここにはあの、まあ、セミナーをしたりですとか、えー、と人々がですね交流をしたりですとか、あるいは新しい実証実験をする、こういった場所であのいろんな取り組みをしております。えー、具体例、また後ほどお話ししようと思いますが。 あのまあ、オープンイノベーションいろんな人々が集まってですね新しいことをするというのは簡単ではないですのであの普段からですね、まあ、プラットフォームと言っている、まあ、気軽に来やすい環境作りあるいはまあテーマオリエンテッドでまあプロジェクトを作りさらにビジネスをするというですねそういったいろいろなカテゴリーステージであの多くの人を集めてですね課題解決とかビジネスを発をしております。 あのこの東京大手町にあるですねサンサンラボフューチャーという場所を拠点にしながらまあいろんな地域とつながっていってですねあの新しい価値創造あるいは社会課題の解決ということを日々、えー、実施しておりますはい私の説明は以上となりますはいありがとうございましたえっ、ー、とそれでは本題に入ってまいりたいと思いますけれどもえっ、ー、と今回のテーマは住居と移住ということになりますけれども。 えー、移住をする際にまず考えなければならないのは何といっても住居のことだと思いますが、えー、そうですね住居の,あの家のことについて考えると,、えー、と平成の後半くらいから令和の時代にかけてその 特に若い人た,ち人たち、人々の住まいに関する考え方であるとか、思考性がどん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 多様化しているなというのが、あの今まで、えー、と住宅の仕事をしてきてあの感じたことでございますけれども、えー、と言ってみれば、昭和のようなプロトタイプの、えー、と住居感であるとか、暮らし方みたいなものが再構築されているんじゃないかなって思っています。 えー、そこで直近のです、ね、住宅事情であるとか、えー、と住み方、暮らし方そんな傾向について考えてみたいと思っております。また、えー、とその住居っていうと都各単体って考えられがちなんですけれどもそうではなくて人と町とのつながり方まで含めて、えー、と立ち位置の違うお二人がそれぞれのフィールドの中で経験されてきたことをベースに具体的な内容でお話をいただければと思っております。 えとまずは田口様にお尋ねします、まあ。ご存知のようにコロナ禍の影響でリモートワークが、えー、普及していわゆるおうち時間が増大してますね。このことは、えー、と住居とか働き方強いて言えば暮らし全般に、えー、暮らしの全般を考え直す大きなきっかけになったと思います。えー、っとそんな暮らし方や働き方を軸にした地方の在り方について。 えっと、特にあの田口さんの会社はワーケーションを積極的に進められたり逆参勤交代と呼ばれる取り組みなどをしているようなんですけれどもこの辺りを具体的にお話しいただけますでしょうかはい分かりましたではまた再びですね画面共有させていただきますあの、まあ、いくつかですね、えー、っとプロジェクト活動をしてるんですが、まあ、その中でもですね え、丸の内プラチナ大学という活動がまあ、今日のテーマに合うと思いますので、少しお話しさせていただきます。で、こちらはですね。毎年えっと実施しておりまして、あのまあ、近年です。ですと、あのコースが10コースあります。で、あの先ほどコロナというお話もあったんですが、今年はすべてオンラインで。 の実施をしておりまして、まあ、全国各地からですねあの参加者がいらっしゃいました。でえー、と目的はですねあのご自身が持っている知見とかネットワークというところを、まあ、社会課題解決につなげていこうと、で先ほどご説明しましたが、まあ、社会課題の中で、まあ、地方創生というのはかなりあの日本の中で上と占めてますので、そういったところがですねあのテーマとなるコース、まあ、例えば逆三金交代コース、えー、と昔の参勤交代の逆ですね。 都市の人たちがまあ地域に行く、あるいは農業のビジネスとか観光ですとか、まあ、地域を起点にしたあのビジネス、えー、プログラムというのがございますので、そういった地域と触れ合うということをですね、積極的に行ってます。 でまあ今年はです、ね、あのフィールドワークというのができないんですが、まあ、通常ですとあの今、映っているようなです、ね、形でまあ全国各地あのお話を聞いた後にですに、ね、現地に訪問してまあ交流をするいわゆる関係人口交流人口作りということをしています。 あと、あの先ほど、まあ、サンサーラボフューチャーという場所にいますというお話をしたんですが、こちらはですねあのイベントもできますし、あとキッチンもありまして、これもコロナ前の写真になるんですけれども、かなり密になってますけどあの実はこの左上の写真はこれ高崎市のです、ね、スイーツの。 えっと、フェスさんの時の写真でして、まあ、その他ですね、あのちょっと食事の写真が多いんですけれども、あの飲食、文化を入れながら、ですねあの各地域の、えー、特産品ですとか、課題ですとか特徴なんかをですね話をするということをしています。 であの都各地域、えーと、地域課題ですと、まあ、地域の人たちが、えー、と自分の地域をですね、えー、と PR するというところにフォーカスされがちなんですけど、まあ、我々はですねあのいろんな企業ですが組織ともつながりながらあの、まあ、都市部にいながらですねいろんな地域を支援するここでは例えば J リーグとかですね東京大学の先端研といった、えー、と組織と一緒にですね あのー、まあ、全国の地域を盛り上げていこうということをしてますので。あの、普段からですね。あのー、まあ、地域に興味ある方に、さらにそれを知ってもらう。あるいは、現地に行ってもらう。そういった仕掛けを、えっと、日々しております。あ、以上となります。はい、ありがとうございます。プラチナ大学ですか。随分と、あのー。 これはえっ、ー、とどんなあのプラチナ大学にえっ、ー、とその入られる方っていうのは年代的にはどのくらいの方が多いんでしょうか。そうですね、ボリュームゾーンは四十歳五十歳の方でしてはははははと言いますのが、まああの若い人たちはまずは仕事、うんうん、自分の仕事でえっ、ー、と注力していくということが多いと思うんですが、まあ四十五十になってくるとあのまあ自身の知見とかネットワークっていうのをまあ当然仕事でも活用しているんですが、まあそれ以外の可能性っていうのを まあ感じ始める方が多くてそういう方々がでですすね申し込みされるケースが多いですあ今ちょっとお話を聞いただけでもすごくうずうずするものがあるんですけれども <laughs> あのこの募集状況っていうのは今どんな感じでしょうか あそうですね、あの今年といいますか、今年度ですねはあの、昨年の10月にスタートして、も今、ほぼ終了になってくるんですね。で、またあの次はですね、ちょっと本来ですと7月に開校するんですが、ちょっとコロナの状況によって、オンラインなのか、リアルなのかというところがあるので。 4月あるいはま,あまた秋開催にはなるんですけど例年ですと延べで200人300人ほどあの応募していただけますのであの、うん、1一つ今日はまあ交流ということでお話ししましたがその参加者同士のネットワークっていうのもできてきますので、うん、まあそこで仲間になっていろんな地域に行くとかいろんな地域課題を考えるとかそういったことにもですねあの講座以外でもあの実施されているような。うん 状況ですなるほど、かなりこれはきょ興味深い取り組みだなと思ってましてあの、関係人口って今おっしゃいましたけれども、関係人口っていきなりできるわけではなくって、例えば親がそこに赴任していたことがあるとかあの、親戚が住んでいたとか、知り合いがいたとか、ちょっとずつちょっとずつつながることによって、結果としてそこの地域のファンになるみたいなあのことが起きると思うんですよ。そういった意味ではこののプラチナ大学のフィーールドワーク すごくあの興味深くあの拝聴いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます、はいえー、続きまして、えー、と小阿さんなんですけれども、あの小阿さんは高崎と東京の恵比寿、えー、と2拠点で活動されているということになりますね、えーと。新築だけではなくて、既存建物のリノベーションにも精力的に携わっているというふうにお聞きしております。近年ではあのなんていうかな古い家やマンンション 昔であれば、えっ、ー、とあまり価値がないと言われていたものにそこにそこに新しい価値を見出して手を加えることによって自分たちが満足のいく住まいを手に入れようっていうふうに考える人たちが増えてきたと思うんですね。その点、えっ、ー、と高崎をはじめとする地方都市は古いものと新しいものが混在しているんじゃないかと思うんですよ。そうすると、もしかしたら自分が好む住みたいようなお家を あの一番ここ重要なところなんですけれどもコスパよく手に入れられやすい環境が地方都市にはあるんじゃないかなって考えるんですが、まあ、実体験としてあのに地域で暮らされてみて小瀬さんはどんなふうにお考えになりますか。あそうですすね、えー、実際あの土地や建物を購入するときに やはりあの地代、まあ、土地自体の価格だったりだとか、まあ、リノベーションするにもその元の建物の価格っていうのがあの予算の中で大きいウェイトを占めてきまして、まあ、それを元にあに改装費用というか僕らがするデザインだったりリノベーションの金額はあの地代だったりあの元の建物の残りの金額というんですかねうん、うん あの余ったところでやるっていうのが結構多いんですけど地方、まあ、特に高崎や群馬で考えますとその土地の値段だったりだとか建物が比較的、まあ、安く手に入るので、まあ、そういったデザインだったりだとか、まあ、自分好みに作るあの設計する、まあ、その建物の自分好みにカスタムするところに。 のその余った予算みたいなところを当てていただいて、まあ僕らのようなところを選んでいただいてご依頼いただくってことが結構増えている実感はあります。うんうん、はい。あれですよね。あのもちろんえっ、ー、とリノベーションってなかなかあのデリケートな。 案件でして、えー、とリノベーションすると皆さんお安いっていうふうに勘違いされるんですけれども、はい、えと歴史ある建物なんかの場合はリノベーションすると結構お金がかかっちゃって新築と同等の金額がかかるっていうことがあるんじゃないかと思うんですけれどもそうですね建物によってあの、まあ、例えば古民家だとかそういった、えー、と築年数がそうです、ね、30年から40年よりも以前のもの に関してはもうあの取り壊して新しく建てた方がコスト的には安かったりするので、うん、まあそういった場合は特にまあそういったものに価値を見出してそういった選択をされる方も多いんですけども、うんうん、えまあ若い比較的若い方はまあ予算が限られている中での選択になりますんで。 どちらかというと築浅だったりだとか規模が小さいけれども土地の条件としては自分に合っているようなものを選択してそれ自体をですね何て言うんですかねカスタムしてあの暮らすみたいな感覚をお持ちの方が多いと思います。うん 実際のところ、えー、と小瀬さんが手掛けられる、あのその東京の方はちょっと置いておいて、高崎あたりの,、はい、あの物件の場合は、新築の方が多いですか、それとも、えー、とリノベーションの方が多いんでしょうか割合で言うとし、やはり新築の方が多いんですけど、まあそれはもともと、なんていうんですかね、まあ、文化としてというか、あのあの土地を購入して自分の持ち家を持つっていうのが、慣習、うん、として。 あのあるるっていうのもあるんですけど、うん、ただあの選択肢としてリノベーションを選択する方っていうのもとても増えてまして、まあ、その場合築浅のものを購入して、まあ、フルリノベーションっていうよりはちょっとしたそのカスタマイズの領域の中で自分好みの、まあ、趣味の部屋を作ったりだとか、まあ、そういったその自分に合わせるところにお金をかけるっていうカスタムをされて。うん で、まあ、総額でいうと新築よりも抑えたコストの中であ<ー>あのそれ以外を、えー、と例えば自分の趣味の方にお金を使ったりだとか、まあ、なんかそういったこういろんなこうチョイスの幅を広げるようなあの暮らし方をされている方が多いと思います。そうですね確かに、あのー、皆さん その昔であればというか、まあ、私は昭和生まれの昭和育ちなので昭和の時代であるとある程度テンプレみたいな暮らし方みたいなものまであったんですけれども今は自分のお金をかけるところとかどんなおうちに住むかっていうのを人の評価に惑わされない人たちがとっても増えてきてるんじゃないかなと思うんですよ。そう考えるとそう,、ねうん、そう考えると高崎なんかは非常に住みやすいというかそういう人たちが入りやすい環境がもしかしたらあるのかしらという,ふうな気もするんですけれども。そうです あの、うん、まあもちろん東京に通いやすい点いうのもあるんですけど、まあ、それ以外にもですね、まあ、住宅の捉え方としてあの例えばそのストックの,あの建物をリノベーションして使うという時にまあ大きいところでまあ全体のコストをどう考えるかっていう時に何、うん、て言うんですかね感覚的にあの次の住みかっていうところまで、はいはい 考えていないというかい,、はいはい、いないです、ね、あのあのなんていうんですかねえっとライフスタイルが変わる中であの対応しながら生活を考えていくっていう方が、うん、まあ増え始めているのかなっていう体感はあります、うん、そうですねだからあの結構いろんなお家を取材させていただくとえっとこの先違う家族関係が違ってあ家族 構成が変わってくるととか、はい、そういういことで住み替えをする人が今とっても多いなというふうな印象があるんですよ。はい、で実際私も住み替えしたいなと今思っているところですし、はい、それはおそらく今までもしかしたら地方の場合は古いずっと家みたいなものがあって。 で家のルールみたいなものがあったところへ持ってきてあのそれをやらないことはあんまりよろしくないことだって思われていたのかもしれないんですけれどもそこら辺はあの今の若い方たちの親の世代の人もすごく柔軟になってきて変に家を守れとか、はい、土地を守れみたいなことよりは自分たちが生きたいように生きていいよ住みたいように住んでいいよっていうふうなあの人たちが増えたような気も一方でしてるんですけれども。はい、そうですね、まあ そういった実感はとてもありますなので、うん、あの本当にカジュアルにあの選択肢として家を、うん、住む家を選ぶっていうようなことをやられてる方が結構いらっしゃるので、うん、その辺はすごく面白いなと思いますねその、まあ。お子さんがいたりだとかその先、まあ、10年とか15年ぐらいのスパンで今住んでいるところを選ばれて、まあ、その後は、まあ、またそのライフステージが変わるごとに 住み方だったりとか、まあ、場所さえも選びながら暮らしていくっていうような選択肢がこれから増,増えていくんじゃないかなと思っていますすすそううですね、はい、ありがとうございま続いてのご質問はお二人にお聞きしたいんですけれども、えー、っと結局のところあの一番の問題はどこに住むかどんな家に住むかっていうことは結局働き方と不可分っていうことがあると思うんですよね。 えー、今後その私たちが働く環境っていうのはどんなふうに変わっていくと思っていらっしゃるか、あとあのこれは多分田口さんなんかはご存知だと思うんですけれども、もっとその自由に働くためには、えー、どんな課題があるかということまで含めてお話しいただければと思います。えっ、ー、と田口さんお願いいたします。はい、わかりました。そうですね、まさに今あの丸さんお指摘コメントの通りで。 あの働くっていうところも変化していると当然住む側も変化していると両方の変化が今起きてると思うんですね。えっとまあ一つはまあコロナというところで、まあ、リモートワークが増えてますというのとあと最近我々見聞きするところでやっぱ副業ですとかあとジョブ型なんて言われますけれどもはい,、はい、いよいよ日本の,その、えっと、ビジネスパーソンも変わり 変わらなければと言って聞いたところが本当にクッとこう押された感じなんですよね。ですのであのテンプレートっていうキーワードいいなと思って聞いてたんですけれどもやっぱ私も昭和の生まれなんで当然テンプレート世代でなんか大人になったらこうなるとかいつかはほにゃららに乗るじゃないですけどんかこうみんな共通の目標でやってましたと。 でえっと、まあ、田舎に住んで私も岐阜出身なんですけど何か知らないけど東京に行って東京ででで成功すするるのがであるみたたいな,なんか植え付けられてたんですよね、うんうん、それが紐解いていくとあのもちろんあの都市あの人が集まるにはそれなりに意味があって、まあ、いろんな多様な人がと出会えるとかですねところがあるんですけれども。 まあそうじゃないやっぱ住む側にこう重心を置いてみると、まあ、少し離れた郊外の方がいいんじゃないかとかあの選択肢が増えてきたそれが住む側もそうですし働く側もそうだと思います。でまあ、とはいえまだ働く側でいうとそのいわゆる企業、えっと、採用する側と働く側のまあパワーバランスが。 いい文化って言うとまだまだそこまではいってないんですけれども、まあ、かつてのようにその企業が絶対優位ではなくなってきたのであの雇用を、えー、と受けると要はその起業せずにですねどっかに所属するっていった場合の自由度も徐々に上がってきてますしもちろん起業されて、えっと、自,由自由にというかですねご自身の意思で働く方も増えているのでですので そういったその選択肢を持てる時代になってきたかなというところにおいて、えっ、ー、と住む場所、住み方というのもかなりこれから変化が起きていくんじゃないかなというふうに思っています。うん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 。はいはい。ありがとうございます。あのそういった場合、今のお話ですと選択肢が多くなって、えっ、ー、とどちらかというと仕事もそうなんですけれども、住む ということに対しての重心が増えている重くなっているんじゃないかというようなお話でしたけれどもその場合その地方都市と都市部っていうので、えっと、違いがあるものなのかそれともどこにいても同じような働き方ができるように今後なっていくとお考えででしょうかそうかそすねあの、まあ、当然やっぱ違いはあると思います。あの えっと、特にまあ我々もともと元来リアルで人が集まってこそだって言い続けてたので, <laughs> でコロナになって正直そこは中枢をつかれて厳しいところなんですがあのその価値観というのは変わらないと思いますただしコストコストって言ってのはお金だけじゃなくて時間もそうですし、はい、意識もそうですし人と会うっていうことに対するコストが当面高まっていくと思うんですよね。 いいうことになっていきますので例えばこう近所にそういう会いたい人がいるとか働く場所で会いたい人聞きたい人がいるっていうところに、えっと、集まるのかもしくはもうそれを月1回でいいやと月1回でいいのであえてそんなわざわざ人混みの中で済まないっていうこれもやっぱり選択肢だと思うんですよね。 ですのであの、人と出会い、頻繁に出会いたいという人は当然あの、そういう人たちに会いたい人に近い場所で住み働くことになると思いますし、うん、あの普段はリモートで、まあ、たまに会えばいいよという方は、えっと、住居側にあの重きを置いて選択していく、そういったあの、えっと、まさに多様な選択肢っていうのがあの生まれ、都市と地域の関係性においても生まれてくるんじゃないかなというふうに思います。うん はい、ありがとうございます、えー、とその点、小阿瀬さんは、えーとまあ、高崎と東京行ったり来たりしながら、どんなふうにお考えになりますか、はいまあ、先ほど、田口さんの方が大体言って、僕もその選択肢はすごく増えていくんじゃないかなと思ってまして、まあ、その中で。 えと一つはあの群,群馬というか高崎と東京で考えると,、えーとまあ、距離の問題が多少あったんですけどそこはあの今後例えばモータリゼーションが発達して自動運転なんかがこう増えた時に、えー、車で1時間半ぐらいだとか混、うん、まあ、今でも2時間とかそれくらいで行ける距離っていうのはとてもあの 再度また価値が上が上るんじゃないかと思ってましあ例えば自動運転でなんか仕事しながらだとかあの仮眠しながらあの違うことをしてる間に目的地に着くような社会が訪れた時にあのまあそれもあの働く場所にその2時間とか1時間半っていう。 範囲であれば、そんなにとらわれずに普通に生活圏の一つとして、あの暮らしのまあ、生活圏自体が広がるんじゃないかなと思ってます。うん、そういった時にまあ、先ほどそのやはり会うこと自体の価値っていうのは変わらないんじゃないかとおっしゃってたんですけど、まあ僕もその通りだなと思ってまして。ただ、そのハードルがちょっと上がってしまっているので。 その時に何て言うんですかねななんで会わなきゃいけないかだとか何でその場所に行かなきゃいけないかっていうところの意味自体が少しまた問われるというかあのわざわざ行く意味だったりわざわざ行く価値自体が、うん、あの上がるので、まあ、そういった意味を持てることをやってだったりだとかその場所自体にそういった行く価値があるっていう ことがすごい重要になってくるんじゃないかなと思ってます。うん、そうですね。あのー、割と昭和の人間意味なくあのー、会うんですよ人に。<laughs> <laughs> だけれどもこれからの人たちはその普段は離れているかもしれないんだけれども必要が ある時であるとかあと会いたいなと思った時っていうのを割と明確に人に会う時にものすごい意識的に人に会うような時代が来るんじゃないかなってちょっと思ってましてそれにその意味では、うん、高崎っていうのはちょうどアンバイしていいと言いますかねあの以前であれば多分東京で考えた場合都心部で仕事をしているけれどもえー、っと 多摩とかあの郊外、多摩の方に住むとか横浜の郊外の住宅地に住むとか埼玉、千葉っていう半径で1時間から1時間半くらいの間のところにあの自分たちの巣を持っていてそこに帰るっていうようなことがあったんですけれどもこれからのテクノロジーのしあ、まあ、新幹線はもちろん今あるから当然ですけれどもその今おっしゃったようにテクノロジーが進化してあの車中でもあのつ仕事しながら行けるような時代になれば 距離感っていうのはうんと物理的な距離感もそうですし、精神的な距離感みたいなものも、高崎と都市部っていうのは縮まってくるかもしれないですね。うん、そうですね。うん、それはすごいまあ。あとコロナであの逆にですね。あの何て言うんですかね。距離感自体の概念があまりこう意味がなくなってきているところもあるなと思うんですよ。まあ、こうしてリモートでお話をできたりだとか。 あのどちらかというとその物理的な距離を縮めて会うっていう機会自体があの距離っていうものがあのあまり意味をなさなくなった時に例えば世界中どこでもこうやってあのお話ししたりつながることができるのでその仕事だとかそのコミュニケーションを取る上でそこのハードルが逆にこうなくなった時に本当にあのどこでも

多分そのために企業はそのどんな環境働く人のためにどんな環境を整えていくべきかと考えていらっしゃるかということ特にあの三菱自社の社員さんの働き方であるとかスナックさんのスタッフの方の働き方などについて教えていただけますかあ田口さんからお願いします。はい、分かりりままましした、ま、ずあの当社社員とといいうう意味ではあの副業制度というのが解禁されておりましてお、はい あのそういったものに、まあ、私もそうなんですけれども、えっと、登録をしてあのいろいろなです、ね、知見を得ている人が増えてますというのもやっぱりそのいきなり転職とかで起業っていうと少しハードルが高い。 ですがあの副業という形でいろいろ視野を広げるとあとじゃあこれもよく議論になるんですけどじゃあボランティアじゃダメなのと、まあ、プロボノとかですねあのお金をもらわずにってあるんですがやはりその金額の代償は別として、えっと、契約をし費用をいただくということで責任が発生するので、まあ、そこであのえっと実際に副業をしてみて価値が変わるって人が。 結構増えてきて、まあ、これは当社社員というよりも副業全体に増えてきてます。であのこのこの変化ってそのすぐには起きないと思うんですよね。あの今回まさにあの小笠さんもおっしゃっているこの z o o m z o o というかオンラインですよねが普通になってきてこれ以前からもできたんですよね。できたんですけど何が変わったんだろうって思うと1つは昔はリアルで会うのが えっと、ゼでありリモートっていうのはちょっと下手をすると失礼に当たるみたいなテクノロジー何も変わってないのに気持ちだけ変わったというところですよね。うん、でこういったことで副業というのもなんか陰でこっそりやっていたというところから徐々に変わってきたとでだんだんこれが今後発展していくと雇用のえっと関係性になってきて先ほど言ったジョブ型とかですね あとは一部企業ではその個人事業主となってまあ契約して事業契約をするとただその場合社会保障どうなるかとかですねまた別の課題が出てきますのでいろいろすべてこっちに行くっていうことにはならないと思うんですが繰り返しですけど少なくともあの多様的な働き方というのがまあ時間もそうですし今の週休3日なんていうのも 超え始めてきてます。けれども一番がそのえっと。まあ私も経営者じゃないので大きなこと言えないんですけど、企業側がやっぱりこう。従業員側の自由度を高めていく選択肢を増やしていく。逆に言うと従業員側はえっとパッシブではなくて、アクティブにまあ、プロアクティブにですね。自らこれができますよ。よ といういのをアピールし、えー、と実施していくという人になっていかないといわゆるアイデンティティをですね、持っていかないとやっていけないとそれって優しいのか厳しいのかっていうと実は厳しい世界なんじゃないかなというふうに思っていてそういったところにあの今度従業員側の意識の方が僕はむしろ変わっていかなければいけないんじゃないかなというふうに思ってます。 そうですよね本当にあのそこら辺はあのその価値観の変動が、えー、とそのコミュニケーションの取り方にしてもお金の考え方にしてもあの多様化して自由度が上がっているけれどもその分、私たち働く側にあの求められるというか自分がアクティブに何かアクションを起こすなりなんなりしないと置き去りになってしまうようなちょっと不安感みたいなものも一方でちょっとあったりするんですね。 だから今まであのその会社から言われたことを、えー、っと確実にこなしそれが一つの評価として認められていたような人たちがそういうことではなくて自分たちが仕事について内側からこう湧き出てくる何をやりますとか何がやりたいですみたいなことを自分でちゃんと表して相手に伝えていかなきゃいけないっていうのは今その田口さんがおっしゃったように非常にハードルが高いし 年取った人は特に頑張ってついていかないといけないなと思うんですけれどもそうですねあともう一個そのやっぱり日本って戦後あのものがない時代から、えっと、不,足時代不足の時代を不足の状態をいかに満たすかっていうところでこうできてきてきたのである程度その方向性が、えっと、気づきやすかったと、うん、それに対して、えっと、方向性がみんなで見つかっていてそれに対して従業員の人たちは働くっていう。 もう本当に意思疎通が取りやすい時代だったと思うんですよね。それがまあ物が満たされていてで多様化っていった時に。 やっぱりその一人一人が考えていかなきゃいけないですしいわゆるオペレーティブな人材からイノベーティブな人材へとよく言われますけれども自分で考えて生きていくとそうなっていくとアイデンティティとか俗人性ですよねが求められていくので組織にいるいないに関わらず繰り返しなんですが自分で考えて行動してそれもアピールできると。うん いうところは日本人がちょっと苦手にしているところじゃないかなというふうにあの自分も日本人ですけれども、少し思ううとところががあありりまますす <laughs> はいいございますでも本当にそうあのその周りが変わって自分が変わらないということはありえないわけで今までともかく変わる機会がなかっただけなのかもしれませんので、まあ、そういうことも含めてあのみんなで考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。 はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、小橋さんはいかがでしょう。スナックさん、スタッフ、えっ、ー、と、ずいぶんさっきお写真見たら、たくさんいるなと思って拝見してましたけれども。はい、そうですね。あの、弊社も、えっ、ー、と、恵比寿と高崎のに、まあ、二箇所で。活動しているんですけど。まあ、設計事務所っていう特性上、まさに、あの、ジョブ型の、あの、仕事の仕方なんですね。うん、で、そのプロジェクトに、人が当てがわれて。 その人たちが、えー、プロジェクトごとにチームが変わりながら作業してるんですけど、まあ、それもあの高崎と恵比寿の、まあ、地域によって振り分けることもあるんですけどどちらかというとその人の得意不得意だとかやってみたいっていうことに関してプロジェクトをあてがってまして。 まあ、例えばあの、東京で勤めている人が群馬のプロジェクトに参加したりだとか、うんあの、東京のプロジェクトに群馬のスタッフが参加したりとかもしてまして、でそれでその、まあ、インターネットとか、そういうクラウド上のデータやり取りして、まあ、設計作業を進めたりしています。でうんまあ、どうしてもあの、なんていうんですかね、現場っていう,こう場所がある仕事なので、 まあそういう点では場所にとらわれるんですけどもうそ,れそれ以外の設計業務自体はあまりこう場所関係なく群、まあ、馬と高崎のチームでやったりだとか、まあ、そういった点ではもう場所も関係なく、まあ、何がやりたかったりとかどういったことをしたいかによって、まあ、プロジェクトを振り分けながらやっているって形ですね。 うんあのその距離感の問題で、そのコミュニケーションをどう取るかみたいなことがあるかと思うんですけれども、オンラインでやったでそで、そのチーム自体は意思疎通っていうのは、うまいことできるものなんですかそうですね、まあ、オンライン上のそういったツールを使って、まあ、常にこう文字情報と、あとまあ普通にこう,こういったあのリモートでの打ち合わせを。 したりだとか、まあ、図,面図面のやり取りもサーバー上でこう上げてリアルタイムに更新されていくので,で特に、まあ、今現状ですけど、まあ、東京のスタッフはみんな今え在宅でリモートの仕事をしてまして、うんうん、なんであの逆にですねあの東京であの出勤しているスタッフもあの現場あったりしているんですけど東京で家でやってる人があの高崎の事務所は平常。 運転してるのでそこでこう、ズームみたいなあの画面をですね、常につないでいたりとかして、あの東京の家にいながら、高崎のスタッフとつながりながら作業してたりだとか、うん、どうしても一人で家でやってると、ちょっと心細かったりとか、ちょっとした雑談をしたくなったりするので、あの本当にあのつなぎっぱなしにしたりだとかして、うんあの そうそう、気兼ねなく、あの質問ができるような状態を保ちながら作業してもらっています。はあ、あのつなぎっぱなしという時には、ちょっとと。 お手洗いに行ってくるとかちょっとお水飲んでくるねみたいな時もそのまま。<laughs> あの都合悪い時は基本的にあの音声切ってもらってそうです建築って非常にこうデリケートでっかいもののように見えるけどすごくデリケートなもので何、はい、ていうかな紙は細部に宿るってよく言うじゃないですか、はい、あの仕上げなんかは細かい部分が丁寧に丁寧になされているとその建物全体がすっごく綺麗に見えるんだけれども。はいあの ちょっと細部の方で手抜いちゃったりなんかすると、なんかやわやわな感じになったりするんですけれども、<laughs> はい、あのその点、細かな部分までも、そのいわゆるじょ、えー、と情報をネット上で共有しながらやると、うまいこといくもんなんなですかそうですね、まあ、図面上もありますけど、あと僕ら、うんあの、高崎の方にちょっとした作業場とかもありまして、そういうものを実際に手を動かして。 作ってるるスタッフもいるんですけど、まあ、そういったものがこう1分の1で試したりだとかしてですねその実物を作ってみてそれをあの東京のスタッフと共有したりだとか何かそういうやり取りもしながら本当にフィジカルでアナログな作業をしつつ、まあ、デジタルで共有するみたいなことを、うん。 すごいですね、現場があの高崎にあるっていうのは非常にあのいいですね、特にプロダクトもやられていらっしゃるから、そのはい、家具ってそのちょっとした何ミリかの違いで、そのプロポーションが違ってきてしまったりとかいうことがあるので、実際にやってみないとわから作ってみないとわからないっていうことが多いかと思うんですけれどもね、そ,ねその辺うん、その辺も現場があるというのは、非常にあのその、御社の体制としては、あのその、 整ってるなっていうような感じですけどね。<laughs> はい、と現場管理なんですけれども、その建物の現場管理は今現場に実際出向いて行って、あの施工者と直にやり取りをするというようなことでやってらっしゃるんですか。そうですね。あの基本的にそうしています。ただ、うん、あの例えばですね。まあ、僕も東京の物件に携わってはいるんですけど、うん、あの現地にスタッフが赴いて、まあ、その スタッフに映像とか動画を送ってもらって、まあ、僕の方で確認するだとか <laughs> あの、まあ、実際に見に行くスタッフはもちろんいるんですけどそのダブルチェックっていう意味であのそういったやり方であの全員が赴いてやるっていう機会は減っていますうん。で、まあ、そういったそうですね まあ、あとその現場のか監督なんかにあの写真だったり動画をリアルタイムで送っていただいてっていうこともしているので結構そこはだいぶ変わってきたなと思ってますす、うん、そうですね現場でわかるんですかねこういわゆるあのビデオかなんか回しながらこうやって。こう ちょっとそこ止めてとか、角っこもうちょっと寄ってくださいみたいな感じでやると、はい、それであの現場の、特にいなくても現場の細かい部分までフォローできるということですねそうですね、まあ、なんか大体このチェックポイントみたいのは、ね、うん、長年かっていうと、押さえどころみたいなのい分かっているので、はいはい、まずそういったところをチェックしながら、まあ、全体を見て。 まあその気になるところをズームアップして見せてもらうだとか、もちろんあの定期的に行ったりはしてるんですけど、まあ、全体考えて、そういったリモートで管理したりとかもしているっていう状態です。うん、案外あれですね、あのー、その えっと、モニターの中で見ているものとリアルっていうのはなんだかんだ言ってちょっと違いますから、はい、こうモニターの中でうまいこと見えていて現場に行って現実見てうまいこと言ってた時のその感激っていうほどのものじゃないけど <laughs> リアルななんかあちゃんと立ってるなっていうのはなんかあの人称のものがあるかもしれませんね。そそそううでですねた、まあ、ただいいいった体感にに関してはやはやり現地に行かないかななとわらので、えー、その、うん まあ細かいところだったり整合性のチェックはできるんですけどやっぱり感覚的な体験っていうのは現地に行って確認するようにしていますそうですね、はい、多分先ほどのお話ともずっと通じてくるものがあるんじゃないかなっていうふうに思いますけれどもはいありがとうございますえー、とここからは少しあのその個人的なことについてお話あ伺いたいんですけれどもえっ、ー、と小瀬さんは 東京で建築を勉強されて、それでそのまま東京で就職をされたんですよね。それでその後、えっと、高崎に U ターンして事務所を開設されていると、えっと、地元をんっと外に出て、外側から眺めてみるっていうのは非常にあの貴重な体験だと思うんですけれども、えー、いわゆるその U ターン移住をされた理由、それと実際に U ターンしてみて、えー 住んで暮らしてみた、そのもうご家族もいる状態で暮らしてみたあのとことの感想みたいなものをちょっと教えていただけますか、はいえー、僕がですね、まあ、学校を卒業してすぐ東京で就職しまして、その後、まあ独立というか、まあ建築のあの、一級建築士の勉強をするので、一度あの群馬の方に戻ってきたんですけど、その後すぐ独立してです、ねまあ、東京と行き来しながら仕事をしていて。 えと2013年に、まあ、結婚したんですけどその結婚を機に東京で妻と、まあ、暮らすようになりましてただその間もあの拠点は高崎を軸に高崎と東京で仕事をしていたのでうん、うん、実質的にあの東京に居住しながら朝あの高崎に着くように通勤逆に通勤したりだとか。 そういったこともしながら、えー、2013年から2018年ですかねに群馬にまた戻ってきたんですけど、まあ、その間、えー、逆に通勤というかもしながらあの東京と群馬の仕事をしていましたでその中で、えー、っとやはりあのどこに事務所があるかっていうことよりも、まあ、現場の場所自体に もうそのひもづいて働くあのなんですかね拠点はあまり関係なくどの現場で何をするかみたいなところの方が重要だなと思ってまして、まあ、そういった時に、まあ、2016年に子どもが生まれて、まあ、あの群馬にこちらに戻ってきたあの直接のきっかけは子どもが生まれたことなんですけど、まあ、そういったこう2拠点であの仕事をしている中で あまりこうどちらに住んでいても、まあ、どこで何,何の、えーまあ、実際の建てるものだったりだとかしている仕事内容自体が変わらなければその拠点となる住まいだとか、えー、事務所の拠点も、まあ、どちらでもあまり変わらないなっていう実感がすごい増えてきてですね。まあ、それで、あのあの こちらに戻ってくるような形になったんですけど、で実際あの住んでみて、やはり一番大きいのはあの子どもの、なんていうんですかね、せ暮らしの上で子どもと一緒にいるときの,あの、まあ、住みやすさだとか、そういったものがやはり違う、まあ、車を主に利用してますんで、まあ、子どもが病気になったときに、その車で。 本当あの薬局もドライブスルーがあったりとかですね、車に乗せたま,まあま薬受け取れるんですね。<laughs> そういうすごい具体的な話になるんですけど、<ー>まあ、そういった細かいところが結構その、なんていうんですかね、まあ、最初東京に住んでたときはあの、スターバックスとかもドライブスルーがあるんですけど、なんであの直接お店で買えばいいじゃないかと思ってたんですけど、あの子供がいる状態で車に乗せたまんま一回、 お店に買いに行ってまた戻るっていうのがすごい大変なことに気づました。そで, <laughs> でその点がドライブスルーだとすぐあの乗せたまま買えるとか,なんかそういった細かい積み重ねの点でうん、うん、結構あの環境的に便利だなっていうのは体感してますね。うんうん、あと特に本当コロナ以降はあのやはりこのその なん,ていうんですかね狭いあの東京では狭いところに家族で住んでいたのでその状況で本当にあの,なんんですか、ね、あの自粛してお家の中で仕事とあの生活を一緒にするっていうのはちょっと想像しただけでもちょっと恐ろしいなっていう。<laughs> 気はししましたご自邸も建てられたということで、はいあの、ご自宅には仕事場も設けてらっしゃるんですかそうですね、まあ、あの細かく区切ってはいないんですけど、仕事できるスペースは作っていまして、リモートだったりだとか、そういったことも対応できるようにしています。うん、はい そうですねこんなこと言っちゃなんですけど、小早さんみたいな仕事はあのどこでもできる仕事っていうと、あれなんですけれども、<laughs> まあ職種にもよると思うんですけれども、職種的に可能な方は、あのどこに住んでいても、えーまああの、仕事をすることにおいての、えー、とハードルは非常に低いというようなことなのかもしれませんね。はい、ありがとうございます、はい、えと田口さん 田口さんご出身は岐阜市ということですよね。はい、あの非常に暑くてあの寒くてあの気候の厳しいところなのは私も体感させていただいておりますけれども、はいはい、ただ非常にあの岐阜市っていうところは文化的な土壌がある場所といいましょうかあのとってもいいところだと思うんですよ。あの住む環境もすごくいいなと個人的には思っているんですけれども今後あの東京でのお仕事を うんとちょっとこ変わった形になったときに、あの地元の方に戻りたいと思われたこととかありますかそれと地元じゃない別のところにちょっと移住してみたいなみたいなことをお考えになることってありますでしょうかそうですねあの、まあ、小橋さんが子供っていうキーワード出ましたが、うちもまあ高校生と中学生の子がいるので、まあ、今すぐっていうのは多分な,ない。 でじゃあいつのタイミングかっていうとあの、まあまあ、そのあ5年後なのか10年後なのか分かんないんですけれどもその時だと思いますと。で一方で私の場合まあ多分生涯現役だと思っていてうん、うん、ずっと仕事はしていきたいなと思ってますのでその生まれ故郷だから帰るっていう選択肢はあんまりなくてですね あのすごいドライに行ってますけれども <laughs> 仕事上のつながりがあるところとまあもちろん関係性っていう人の関係性があるところにまあ住むんだろうなというふうに思ってますでえっと今じゃあ何で私は今住まいは横浜で1時間ほどかけて東京に通ってるわけなんですけれどもじゃあなんで東京で仕事をするのっていうやっぱりここ圧倒的に人が多いので。 えっと、いろんな情報も集まってきますしあと、まあ、今日のような、えっと、イベントなんかもですね例えば高崎でやるのがいいのか東京でやるのがいいのかってそれぞれ一長一短あると思うんですけど東京で少なくともやる意味が。 あると思っていて、いろんなあのシティプロモーションのイベントなんかもご一緒させていただいてるんですね。ですので、今は私自身や自分の仕事ないしはまあ、大きく言うと人生の役割の中でまあ、ここにいるのが適しているであろうというのと、まあ、えっとまあ、実際住む場所もあるので暮らしてますけれども。 例えば今後何かもう少しこうどっぷり地域につな使って、えー、と課題を考えていくとかプロジェクトを作っていくとそのテーマが高崎にあれば高崎に行くかもしれないですし地元岐阜にあれば岐阜にあるかもしれないただし、まあ、当然その出身地なので知り合いもまあ他の地域に比べれば多いですし情報もいっぱい持っているので、まあ、選択肢としてあの 上位に来ることは間違いないとは思うんですがあの多分そこで選択する時には今申し上げたような,な何をするか誰と何をするかによって場所を選ぶのかなというふうに思います。 そうですねただ、あれですね田口さんの場合はそのこんなこと言っちゃなんですけれどもあの変遷することを厭わないタイプといいますか <laughs> すあかあまりあの仕事がベースにあるのであのそこで自分が必要とされていたりするのであればどこでも行ってしまいますというふうな 方ななのかもしれないですねちょっとあの家族会議の結果、そこをちょっとお聞きしたかったんですけど、結局、仕事を中心にやってらっしゃる方っていうのは、それはそれであの非常にあのい,い,いいことなんだと思うんですけれども、結局、家族を持つと、あの家族でみんなで協議しないといけないことっていうのが意外と住む場所については、おございまして、これからまだまだまだ長い人生かと思いますけれども、<laughs> はい、頑張ってください。あありりががととううごござざいいまますす えと質問の方は、えー、とこちらであの終了ということになりますけれども、えー、と今回はお二人にあのそのなんていうのかな思ってだったことだけではなくて自分の体験も含めてさまざまなお話をお聞きしてまいりました、えー、結局暮らすことっていうことその暮らしやすさっていうのは何なんだろうなって考えるとまずはそこに建物、まあ、暮らすための建物があってそこに人が入ってきて住んで そしてその地域とのコミュニケーションが生まれるっていうふうなことがあるわけですけれどもそういったその一つ一つの点みたいなものがいくつかあってその点がつながることによって目になって活気のある町が生まれるっていうような好循環が生まれるんだと思うんですけれどもただそこにあのお客さんと入っていくのではなくてそんなことに対して自分が割と積極的に関わり合う。 っていうことが必要になるのかなって、ちょっと話を聞いてて、いろいろ思いました。で、自分にとってのいい家であるとか、いい暮らしっていうのは、えっ、ー、と。自分がアクションを起こして、何がしかの形で、つながっていくことによって、実現されてくるのではないかなと思った次第でございます。本日は、小林様、えっ、ー、と、田口様、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。